中世から大航海時代にかけて新大陸からイタリアに伝わったナスとトマト。当時この2つは悪魔の果実などと忌み嫌われていた。しかし貧しい南イタリアの庶民は勇気を出してこれらを口にする。これを機に味わい豊かなナスとトマトはイタリアンに欠かせない食材となっていった。今夜はその2つの魅力を思う存分楽しめる南イタリアを代表するこちらのパスタに挑戦していただこう。ナスとトマトのパスタ、三つ星なら7週連続、巨匠新記録ですよ。